バラバラ殺人事件の被害者の身元が判明した。千秋さんの遺体が発見された東京湾広域です。それが私の知っているチワワちゃんのことだとは最初思わなかった。いい気もできない。私ね、絶対つかびっくりになってやるんだ。千秋さんの話を聞かせてほしいな。チワワのこと今知っとかなきゃいけない気がしたんだよ。お前だけなんか違う。チワワ結構精神的に来てて。なんで友達にそういうこと言うのかなって。チワワって意外と料理が上手でさ。10年後20年後君は何やってるかな。チワワあいつに騙されてるよ。死んじゃったら何にもできないじゃん。私たちはチワワちゃんと遊んだりキスしたりバカ話をしたりした。でも大体私はチワワちゃんの本名すら知らなかったのだ。またみんなに会いたいなって。